あれ CBX の何 cc ですか。あれは 1000 ですね。1000、日本は日本仕様じゃなくて海外のためのバイクでしたっけ。そうですよね。そうですよね。750以上はね。あ、海外向けだ。そういうことか。え、日本で買ったんですか。海外からで買ったんですか。いやいや、日本で。あ、日本で。40何年前のバイク。お、40何年前に買ったんですか。いやいやいや。最近ですか。あ、あのヘッドはもう買った時からメッキあんなピカピカだったんですか。みんなメッキになってた。あ、なってたんですか。外人メッキが好きなんやな。じゃあこっちに入ってきてすぐ買った感じですか。いや、もうちょっとねボロかったんだけど。あ、ボロかったんですか。みんな整備してもらって。あ、いつ頃手に入れたやつなんですか。今年はまだ、これは今年ですね。あ、今年、うん、じゃあもう買いたてですね、まだ。そうそう、今いじってるところ。あ、そうなんですか。もう6発が欲しくて、あれですか、これを目当てで。たまたま一人バイク屋に入ってた。ああ、6発探してたらたまたまそのお店にあったって感じですか。いや、探してんねんだけど、ちょっとあったんで。ああ、調子良くなったら買うと。調子良くなりました。なかったんで。でも今、あ、今良くなりました。へえ。あ、そうなんですか。買うぐらいかかりました。車両、いや、そんなにかかんない。なるほど。まあ、あとブレーキですよ。注文してあるんだけど、なかなか来ない。あ、そうなんですか。あんまり効きが良くないとか、タッチが良くないとか。良くないです。昔は。あ、両方タッチも効きもあんまり。え。ディスクと、あ、キャリパーも。ああ、なるほどね。それは他のバイク用とかっていうよりもこれの車外って感じが出てるんですか。そうそう、そうです。ああ、それ日本のメーカーですか。そうです。ほとんどメンテナンスってのはバイク屋さんですか。自分ではあんまりやらないんですか。うん、外装はいじるけど、細かくだね、ブレーキなんかはやっぱりね、やってる。ああ、なるほど、プロにお任せした方がね。なるほど。マフラーは変わってるんですか。あれ買ってる。あ、変わってんだ。それは買った時のまんまですか。いやいや、あ、自分で変えたんですか、うん、へえ。マフラー交換ぐらいは。ああ、あ、外装は買ったままですか。外装も違う。あ、違うんですか、うん、いや、随分やってますね。じゃあほとんど変わってるんです。ほとんど変わってる。ホイールも、ホイールもじゃあ元のバイクのもう形はもうほぼないぐらいだ。あ、外装はタンクをもう買っちゃったってことですか。外装ですかね。塗装、あ、塗装を変えたってこと、うん、あ、なるほどなるほど、なるほどね。純正色であの色あるんですか。はないですね。あ、じゃあ自分の好みであの色に仕上げたって感じ。ああ、なるほどね。重く感じるんですか、やっぱ6発だと。うん、でも初めでそんなに。ああ、そんなでも250キロぐらいじゃないですか。まあ走り出しちゃえばあれですもんね。うん、みんな同じです。あ、でもエンジン音は独特ですか。うん、やっぱりちょっと違います、ね、マフラーによってなんですか、ね、あ、そうなんですか。いろんな音が出る。へえ。前のマフラーとやっぱ前はノーマルだったから。あ、ノーマルだったんだ。そうそうそう、じゃあ違いますね。へえ。じゃあ一生もんですね。じゃあ、いや、そんなことない。買い替えもう手放すです。すぐ飽きちゃうんだよね。本当ですか。いじり終わると飽きちゃう。あ、本当ですか。じゃあもうブレーキが終わったらもう飽きちゃいますかね。本当ですか。え、これ以外にも持ってるんですか。何台か。あ、何台か。これにかかりきで。あ、そうなんだ。
撮らせてください。ありがとうございました。Oh.